しております XJAPAN でございます。どうも、どうも皆さん、今日はありがとうございます。 XJAPAN でございます。どうもどうも、 X です。どうも、そうそうそう、ありがとう。ありがとうございました。楽しんでいただきましたか、 XJAPAN。 そう、ね、ちょっとね、難しかったっていう方もね、いらっしゃるかもしれない。そうですよね、モノマネっていうのはね、やってる本人をご理解いただけないとね、あまり意味もないと思いますけどね。本当にね、これから先はね、もう皆さんもお馴染みのゲストばかりね、詰め込んでおりますね。どうぞ何が出てくるかお楽しみに。それでは、素顔に戻りましたところ、改めて自己紹介をさせていただきます。札幌生まれ札幌育ちの土産子ヒロ青山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ヒロ青山といえば、皆様ご存知の通り、テレビでいまいち目にすることのない、ね、地味なタレントでございますけれどもね。でも逆に言うとね、たまに出てるわけでございますよね。実は先ほどやりましたね、今やりました XJAPAN でね、去年の10月ですね、初めてフジテレビモノマネ紅白歌合戦の方にね、出場させていただいて、もうたまに出てますんでね、よほどマニアな方はちょっとね、見たことあるみたいなね、方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今日はそういったテレビの出演シーンも交えながらね、ほらご覧ください、スペシャルゲストの数々たくさんいるようね、裏にもたくさん控えてますからね。もう XJAPAN これ帰りましたんで忘れていただいて、はい、どん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 お届けしてまいります。今日ね、本当にありがとうございます。もう最高の天気ですからね、もうちょうどね、暑すぎもなく、まあ、本当にね、過ごしやすいんじゃないかなと思いますけどね、お集まりの皆さんの少しでも楽しい思い出にしていただけるように精一杯やってまいりますね。どうぞよろしくお願いします。ただですね、一言申し上げますと、僕のショーは全て偽物でございますのでねその辺をね、ご了承ご理解の上、決して真剣にご覧にならずに楽しんで、続いてもう5年6年ぐらい経ちましたけどね、TBS のモノマネウォーズという番組に実はレギュラー出演しておりました。その時の出演シーンをお届けいたします。クリスタルキング大都会、聴いてください。
間に合わなかったので大変申し訳ございません。ちょっとね、ロック系が続きましたんでね、耳に刺激がね、ちょっとね、強かったかと思うんで、お待たせいたしました。演歌界のスーパースター、ね、あちらのね、お席の方、ちょっとファンの方多いんで。